右足側は1回転で始めてください。お願いします。さあこれマジで全部見たい。よしさん見たっすね。はい、というわけで始まりましたウィナーズ2回戦マッペイマリオ VS DX フォックス、北海道対沖縄という日本の端から端までの対決。ショートドリル当てて、うおー、上ビートなんやらパンやらが存在してプラス当てて、エアスラで反応して静止合ってるところから、ウルビートブラスターがモーターする思い、空前からエネを当たらずに投げていく。投げていく基礎シーはできずに書かれて空前が一本ドリルでしたね。落ちて、これは阻止はドリルからのドリルでしっかり阻止していく。ワンステップリードしたのはパッペマリオ。さあ無敵時間しっかり逃げて、弱から下へまではつながらずに、空前から空へ渡らず、プラスターも当たらないところを曲げられてしまう。さあフォックスが崖に立って、これで空前から弱は当たらず、弱からダッシュになってしまう。これウィナーズ2回戦、おっとありがとう、そういうことで、はい、ウィナーズ2回戦ということで、 FB が当たらず、空へも当たらない。お互い覚醒し合って FB がヒットしているベターで跳ね返すことができるように、ブラスターヒットカッタンの後ろ投げ、 140% のマリオ、少しは下エラと上に上がりすぎてしまう。崖つかみができずに逆にピンチに陥ってしまって、ドリルで阻止されてしまう。さあ2ストックリードしていくカッペマリオ、強いですね。さあ今回の勝負は北が勝ってしまうのか。 157% で 161% のマリオと、さあおっと風刺をしっかり FB の間を受けて蹴っていく。 187% ここはしっかりアップやっていく。 OT 関係ないタイプ、1ストック返していくリリオフォックス、空上でしっかり着地を買って、空上、空前で、FF の前のジャンプが出ます。失格してしまう。もったいない、しかし切り替えていってほしい。さあ、空前が詰めて、角度当たらず、内容を恐れて、一旦離れる。ブラスター打って、なんか、あって、ブラスター打って、投げて、ピュンピュン。基礎は下へ上げて NL 外に出していく。おそらくこの距離は崖つかんでしてもダメでしたが、空上でしっかり殺していく。知っている。さあ1ストップ1に返していくリエフボックス、まだまだ分かりません。さあ当たって、で時間はドリルに差し込むと当たらないようにして、グリグリで避けて、あんまり怖い。後ろが半角になってしまう。ドリルから空前から NA までしっかり決めていく。さあ基礎紙は下へ携帯がファイヤーボルト、おっとファイヤーボル当たっても空上下へ当たりますよと、下へ当たりますよと、下へ当たって NA で飛ばしていく。あとは崖つかまりをして、おっと危ない。さあ4まだ上がりません。 45% のまだまだホックス仕込むデータに出せば終わるということでございます。さあおっとラインが詰まってきたが見事に回復して、リフレッターをしっかり返して、空上から空前 NA でしっかり取り出していく。FB が邪魔で、そして難しいから後ろにしっかり FB を消しながら、そしてガラス空上でしっかり巻いていく。1本目はリエフォックスの勝利。しっかりまくりましたね。すげえな。よくもメンタル強いな。アップからまくったな。さあ2本目です。まずはリエフォックスが1本先取しております。左右台から投げてきたのはマリオ、上と下の組み合わせになってしっかりリュウで返していく。リフの感覚を掴んできた感じがありますね。ガードじゃなくてリフできるところはリフできるような感覚、ライオンフォックスが立ち回りが楽になった印象があります。さっきの前半と比べれば。さあ謎のなんか消えるやつになって空前で阻止されていて、うえぇうまい、おぉ、やった、すごい、あー、うまい、これはうまい、これはうまい。さあ、1スト
とクリアして勝っていまわるよ。すごいな。後ろでダウン取ってから前投げで外に出していく。さあ外に出してしまえば僕の腰は動きが結構簡単だぞというところだったが、動きがいい位置にあったので調べてきて、さあ後ろ投げしてこれはダウンが悪いとしてしまうか。うん、実際その通りになりました。はい、さあ2ストックリードしていくハッペイマリオ。FB 前でちょっと立ち回ったからっていうのか、ラインはあまり進めなくて、変わったかな。後ろ上げていく、後ろ投げ、バケツ代わりで阻止されていく。マッコス取り返していく。しかしまだリードはカッペイマリオ。ものが乾いてきた。さあラインを詰められているのはピザがしっかりあと隙を見て投げていく。空上空上空上から空前から NA でしっかり突き出していく。結構これは低いので下 A がいい感じになっていますね。で NA でしっかりと出してブラスターでやってまたまたリードの繰り返しかな。これこれ死ぬかな、わかんないけど死んだ。すごい知っている、すごいですね、知ってますね。このコックスかなりタイムアリオ。おー、これは来て、おー勝っていく。おーおー疲れました。はい、やすら出て、やすら出て、どうですか。前の選手はこれがスピードだけ掴んで、とりあえず離れてディフェンダーで反射して、ブラスターが低いですね。結構あれだけ低いと結構マリオは苦しいはず。ダッシュして下へまで繋いでいく。アイゼアタクは誰がいってるかわからない。エフェで外に出していく。捕まりで阻止していく。いいよ、さっきからまくる形が多いですね。後半にまくっていくコースは珍しい印象がありますね。うまい、しっかり逃げていきましたね。あくまでここは攻めるところじゃないと、まずはラインを変えてたと思う。それはばかりに当てたと出してきました。うまい、相手がうまくて、うまいからエッジしっかり繋いで外に出してから、そして流れがとてもうまいですね。なので外出してこの高さやとジャンプを変えて上で、これはバーストしていく。北海道 VS 南国、南国じゃない、俺もやってしまった。北海道 VS 沖縄は沖縄の勝利、リエルさんの勝利です。おめでとうございます。